お笑いスター誕生は1980年4月12日から1986年9月27日まで日本テレビ系列局で放送された日本テレビ制作のお笑いオーディション番組略称はお笑いスタタン同じく日本テレビ系列局で放送されていた歌詞オーディション番組スター誕生の兄弟番組である司会は俳優 声優の山田康夫と歌手の中尾美恵が進行を務めた。お笑いオーディション番組とはいえ正当派のオーディションであったため、歌手オーディション番組であるスター誕生や読売テレビの全日本歌謡選手権とともに実力勝負が要求されていた。厳正な審査並びに審査員による辛口批評が行われていたのが特徴である。本番組でチャンピオンとなり、 その後ブレイクしたお笑いタレントには、トンネルズ、ウッチャンナンチャンがいる。基本的には視聴者参加であるが、全日本歌謡選手権同様、プロアマ合同である。出場者には修行中である大物芸人の弟子がかなり、出場していた。番組収録は、1984年2月までは、サイヤホールに、その後は、後楽園ホールに、一般観覧客を招いて行っていた。 いずれも使用できなかった時は、鎌田の日本電子工学院ホールが使用された。厳しい予選を勝ち抜いた挑戦者が、10周、勝ち抜きグランプリを目指す。なお、3周勝ち抜きで、銅賞、5周勝ち抜きで、銀賞、8周勝ち抜きで、金賞が獲得できる。挑戦者は、プロアマを問わず、毎週5組程度が出演。番組の最後に審査結果が、挑戦者順に発表される。 挑戦者は、緊迫感のある、ティンパニロールと、不協和音が鳴りながら舞台中央に設置された、回転するカプセル風のセットに入って登場して、正面を向いたところで止まり、合格ならファンファーレ鳴り響くとともに、ドアが開いて舞台に再登場できるが、不合格なら間の抜けた音楽が流れカプセルが、回転し退場。同時に、裏から出てくる。 次の挑戦者の審査結果の発表へ移っていく。なお、不合格となったら、最低2ヶ月間は、再挑戦できず、再挑戦する場合は、不合格となった週から挑戦する形だった。グランプリシリーズで、銀賞、金賞を獲得しながら、あと一歩グランプリに届かなかった参加者を対象にした、大会で、 期間中の特典累計で優勝者を決定。第1回は、ギャグシンセサイザー。第2回は、アゴ、アンキンゾー。第3回は、ファニーズが優勝した。審査結果発表は、グランプリシリーズ同様、挑戦者が、舞台中央に設置された回転するカプセル風のセットに入って登場するが、いずれもドアが開いて舞台に再登場し、そこから、 パタパタ式表示板で得点を発表するのが特徴。全員の得点が発表されて審査員のコメントの後、全挑戦者の累計得点順に表示板が並べ替えられて終了。ゴールデンルーキー賞シリーズをリニューアル。グランプリシリーズで、あと一歩グランプリに届かなかった20組を対象に、勝ち抜きトーナメント形式で優勝者を決定した。優勝は、肝さべ社中。 前述のサバイバルシリーズをオープン参加に行う。25組を対象に勝ち抜きトーナメント形式で優勝者を決定する。毎週5組が登場し、審査員10名による得点類型の上位者、2回戦3組、準決勝2組、決勝1組が勝ち上がる。優勝賞金は100万円。計7回行われた。優勝者は下記3勝。 審査結果発表は、ゴールデンルーキー賞シ,シリーズ同様、挑戦者全員がカプセルから舞台に再登場し、そこからドラムロールと共に電光掲示板で得点を発表する。全員の得点発表後、中尾美恵の、さあ、誰が落ちたかなの掛け声で、グランプリシリーズの不合格時と同じ間の抜けた音楽が流れ、同時に電光掲示板にある不合格者の名札が、 ひっくり返される。決勝では挑戦者4組の得点が一斉に発表され、最高得点を獲得した1組が優勝の栄冠に輝く。オープントーナメントサバイバルシリーズと交互に放送されていた当番組唯一の団体戦。24組の参加者が赤組と白組に分かれ、各自2本ずつのネタを披露し、総得点で勝敗を争った。 赤組は響き渡る、白組は、ミスター・ウメスケがキャプテンを務めた。優勝チームには60万円、最優秀個人賞には30万円、優秀個人賞2組には、各5万円が贈られた。4回実施したが4回とも白組の勝利だった。グランプリのかかった審査結果発表の際、山田、中尾が、さあ、グランプリです。どうぞ、と言い、 ステージが暗くなり、挑戦者の乗っているカプセルに、スポットライトが当たる。緊迫感のある、ティンパニロールと、不協和音が鳴り終わって、カプセルが止まり、グランプリが決定した瞬間には、ファンファーレが鳴って、セットの電飾が光る。ステージが明るくなって、カプセルから出るときに、天井から大量の紙吹雪が降り、ファンからの紙テープと花束による祝福を受けた。 さらに出場者の一部からグランプリを決めた瞬間、胴上げされるユニットもいた。なお、テレビ画面には、おめでとう、グランプリ獲得の字幕スーパーが画面いっぱいに出る。そして表彰の際、審査委員長の桂つらマールから賞状とゴールデントロフィーが授与された。他のシリーズも優勝すると、同様の演出となる。 太字はストレートでのグランプリ達成者1980年、1981年、1982年、1983年、1984年、1985年、1986年。グランプリシリーズの審査方法は20項目による項目数で決める。審査基準の項目数は勝ち抜き数によって変わっていき、勝ち抜き数が上がるほど厳しくなっていく。 10週連続勝ち抜きグランプリ達成のためには審査基準20項目すべてに合格しなければならなかった。観客の笑い声もステージ横の電光グラフ板に表示されて、これも審査の対象になる。結果発表後の審査員の公表は審査委員長の桂米丸よりも、ケ歌ウタコが合否判定の理由や指摘事項を説明することが多かった。 1985年10月に放送時間が変更され、以後は土曜17時30分枠で放送されるようになった。それから1年後の1986年9月27日に番組は終了し、6年半の歴史に幕を閉じた。番組終了から19年後の2005年、日本テレビ系24時間テレビ内で看板や幕などセットを組んで人よ限りで、 番組が復活した。進行は爆笑問題、出演者紹介のナレーションは、個人となった山田康夫に代わって栗田寛一が務めた。当時の出演者の他に、増田岡田が B&B、正治千春がブルータスに噴死当時のネタを再現した。番組終了から26年後の2012年1月1日から1月3日まで、 CS 放送のホームドラマチャンネルで、お笑いスター誕生。セレクションと題して3日間放送された。1月1日は、1980年12月27日放送分の1980年に、同番組にチャレンジした挑戦者のハイライト集、爆笑総集編。1月2日は、1981年4月4日、放送分のコロッケ一世尾形、マゲイシローなどが、 本芸を披露した、門絶。移植スター大会、1月3日は、1982年4月10日、放送分のトンネルズが10周勝ち抜きグランプリを獲得した映像が放送された。サバイバルシリーズの時は、グランプリ獲得の箇所が100万円獲得に変わっている当時の北海道新聞テレビ欄により、 確認 AB1980 年4月から1981年6月時点では放送は確認できず当時の河北新報テレビ欄より確認1980年4月から1981年6月時点当時の河北新報テレビ欄より確認 AB 当日の山形新聞テレビ欄より確認当日の山形新聞テレビ欄には 終わりマークがなかったが、その後の山形新聞テレビ欄では番組の放送が確認できず、1981年9月30日までテレビ朝日系列にも加盟。当日の山梨日日新聞テレビ欄には新番組表示がなかったが、それ以前の山梨日日,日新聞テレビ欄では番組の放送が確認できず、当日の山梨日日日新聞テレビ欄には表示がなかったが、 それ以降の山梨日日新聞テレビ欄では番組の放送が確認できず ABNNS 非加盟1980年11月1日品の毎日新聞テレビ欄1986年10月4日品の毎日新聞テレビ欄1981年4月からの放送は山梨日日,日新聞テレビ欄より確認当日は12時からと13時からと2回放送 当日の山梨日日新聞テレビ欄より確認。富山新聞1985年4月6日付、テレビ欄より。富山新聞1986年10月4日付、テレビ欄より。当時の中日新聞テレビ欄より確認。AAB1985 年12月末までの放送は、当時の京都新聞テレビ欄により確認1982年9月30日まで。 テレビ朝日系列にも加盟。ネット改編に伴い打ち切り。日テレ系列局の中で、当番組末期は、KTS のほか、トストンクの計算局が未放送。当日の沖縄タイムステレビ欄には、終わりマークがなかったが、その後の沖縄タイムステレビ欄では、番組の放送が確認できず。1986年2月22日のみ14時から放送。 当日の沖縄ダイムスより確認、ありがとうございます。